矢野健二、矢野健二、矢野健二、9月21日隊は、東京都三鷹市出身の元プロ野球選手、外野手、右投げ右打ち。愛称は、矢野健。現在は、北海道日本ハムファイターズのチーム統括本部、特命コーチ。小学校2年の時に、三鷹リトルシニアで野球を始める。同じリトルシニアに、 元中日ドラゴンズの高橋拓也も所属していた。三鷹市立第六中学校時代の三鷹シニアではエース県四番打者とし関東大会に出場。国学院久我山高校では同級生に笠木真がいた。国学院大学時代、トートリーグ二部で通算二十三本塁打を記録するなどで井口忠人二世と呼ばれ、当時高校の先輩である井口が所属していた。 福岡大英ホークスや日本ハムファイターズが獲得意思を示したが、矢野は高校時代から注目してくれていたという、読売ジャイアンツ、巨人への入りを熱望していた。同球団関係者は足が速いし魅力がある。打撃もパンチ力があり、遠くへ飛ばす力を持っていると高く評価していた。2002年度ドラフト会議にて、巨人から6巡目指名を受けて入団。 新人年のは、松井秀喜が、フリーエージェント権を行使して、ニューヨークヤンキースへ移籍したこともあり、一軍キャンプに、帯同。オープン戦では同期入団の長田正宏と共に、安打を打ち、夏場には一軍初出場を記録。だが、ペナントレースを通してみると活躍できずにシーズンを終える。同年オフに結婚。二、プロ入り初安打、初本塁打を記録。 のシーズンは主に2番打者、右翼手、中堅手として85試合に出場。打率、281、7本塁打の成績を残した。7本塁打のうち4本を、横浜ベースターズの土井義弘から打った。は、4月終了時点で、セントラルリーグの打率ランキングで2位につけるコースターと、また、周期キャンプで課題となっていたスローイングも補正され、 走者をアウトにする場面も多くなり、特に高橋義信の中堅守への転向であいた右翼手の守備に適性を見せた。しかし、6月12日に左足小指の骨折が判明し、出場選手登録を抹消される。7月11日の横浜戦、札幌ドームで一軍復帰し即先発出場。7月16日の対東京ヤクルトスワローズ戦で高津信吾から、 決勝点となる6号本塁打を打った。その後は故障の影響などもあり、徐々に成績が下降したが、投塁11、2塁打18の数字を残した。シーズン終了後には、周期キャンプを辞退し、骨折箇所のボルト除去手術を受けた。は、代打起用でシーズンを迎える。高橋は右翼手に戻り、一時は、中堅手としてデーモンホリンズや鈴木直弘と併用されたが、 矢野が中堅守としての守備に不慣れな面を見せたことや、原達則監督曰く、攻撃と守備のバランスが取れた、ホリンズが、先発として起用され、矢野は代打に回った。5月31日の福岡ソフトバンクホークス戦、戦東京ドームでは、7回裏1アウト満塁の場面で、福田里志の代打で登場した、清水高行の代打の代打で登場し、相手投手の篠原高行から、 代打逆転満塁本塁打を放った。この本塁打は、観戦に来ていた、渡辺恒夫会長から、今日の、矢野の一発は一千万円以上の価値があると、称賛された。代打逆転満塁本塁打は、巨人ではに、腹が記録して、以来、球団史上五人目、他には、豊笠一サイップ、ヒロノイサオ、コ広、トイカと、広野はさよならのによる、本類は、 初の快挙となった。6月11日の北海道日本ハームファイターズ戦では、武田マサルから決勝ソロ本塁打。1から0のスコアで勝利した試合で、大打本塁打を打ったのは、の藤本秀夫以来58年ぶりの快挙となった。序盤と終盤の不振もあったものの、出塁率354、長打率538、 代打成績は39打数10安打で打率、256、本類打4という数字を残した。は、開幕前に、右肘の疲労骨折と診断され出遅れる。6月に1軍昇格するが故障が再発し、数日で2軍降格。2軍調整中の7月には、二岡智博のフリンスキャンダルの現場に同席していたことが報じられた。 9月に2軍戦復帰するが、周期フェニックスリーグで、右膝関節を痛め、オフに手術。この年は3試合の出場に止まり、5打数無安打だった。前半は手術のリハビリに費やし、8月6日のイースタンリーグ公式戦、東京ドームで4番、指名打者として、実戦復帰。復帰初打席で敵時打を打ち、復帰後初打席初安打初打点を記録した。 2軍成績は24試合に出場して58、打数17安打1本塁打5打点、打率は293、巨人のリーグ優勝後の9月28日に1軍、昇格するが6試合の出場に止まり9打数1、安打だった。5月9日の横浜戦で2年ぶりの先発出場を果たすと、敵地2塁打で3年ぶりとなる打点を記録。 同年5月13日の埼玉西武ライオンズ、戦でも先発出場し、敵地二塁打を含むに安打に二支球で4打席すべて出塁いた。シーズン終盤に、代打の切り札として昇格後は、安打を重ね、代打のみならず2番打者としての先発出場などと、フル回転。最終的に42試合で74打数と、少ないながらも、自身初のシーズン打率3割を制。 大打成功率は12球団トップの524だった。9月30日の広島東洋カープ戦では自身2度目の大打満塁本塁打を放った。同年は前年より打率を落とすも引き続き勝負強さを発揮した。は、開幕前のシアトルマリナーズとの親善試合で左足を捻挫。人体損傷で開幕戦出場選手から外れた。後半戦に復帰し、 10月7日の横浜 DNA ベイスターズ最終戦、東京ドームで1から1で迎えた延べ10回裏に、藤江一氏から自身初の代打サヨナラ本塁打を打った。日本ハムとの日本シリーズでは、6戦目に先発出場して先制打となる敵自打を打ち、優勝に貢献した。は、代打の切り札として大活躍し、監督の腹から神様と称賛された。 代打成績は53打数19安打、打率358シーズン代打安打19は球団新記録となった。また、チャンスでの強さが際立ち、得点圏打率は349満塁では13打数6安打で打率462だった。なお東北楽天ゴールデンイーグルスとの日本シリーズでは第7戦の9回に 田中正宏の前に三振を、きつ、最後の打者となってしまった。はこれまでのような勝負強さが見られず打率、179と低迷した。もう、代打で出場するも8試合で14打数1安打、打率、071と、さらに不調となり、6月10日、北厚し、矢野木俊行との交換トレードで、砂賀秀樹と共に、 北海道日本ハムファイターズへ移籍することが発表された支配下選手登録は翌11日。前日から翌11日までの3日間、札幌ドームでは日本ハムと巨人との3連戦が開催されており、11日の試合前には矢野が砂がと共に試合開始前の札幌ドームを訪れて、ラトガーのイアスタンドに陣取る巨人のファンに別れの挨拶をした。 巨人時代は、度重なる怪我や選手層の厚さ、守備での信頼が、今一つ得られなかったこともあり、レギュラー定着とはならなかった。1軍と2軍を行き来することも多く出場機会には、恵まれなかったが、勝負強い打撃を武器に原監督の長期政権で、数字以上に存在感を発揮した選手であり、ファンにも愛された選手であった。 2015年6月12日の対 DNA 戦で6番指名打者としてスタメン出場し6打数3安打と移籍後初出場にして猛打賞の大活躍で初のヒーローインタビューを受けた6月14日同一カード第3戦の6回裏に逆転3ランホームランを放ち出場3戦目で2度目のヒーローインタビューを受けて今まで巨人時代だったら あそこの打席に立っていなかったと思うんですよね。絶対に代打を出されて変えられていた。あそこで、打席に行かせてもらえて、絶対に打ってやろうと、まじきいで打ちましたと目を潤ませながら語った。また、このホームランは2013年8月22日の第、ヤクルト戦以来の一発となった。その後もしばらくはヒットを重ねたが、シーズン終盤には、長いスランプに陥り、 最終的には40試合で76打数15、安打1本塁打5打点、打率。197でシーズンを終える。は、古傷の右膝の違和感で出遅れ、5月27日に一軍昇格。痛みを抱えながらのプレーで、代打限定、出塁すると即ダイソーの形でシーズンを過ごす。34試合で29打数6安打1本塁打、8打点、打率。 207、巨人時代から3年連続で低調な数字となったが、6月15日対 DNA 戦の9回まで0対0の均衡を破る、大打2乱、7月30日の対ソフトバンク戦の押し出しサヨナラ死球、9月7日、対ロッテ戦の逆転2点タイムリーなど、少ない出場機会の中でも、大打の切り札として存在感を示した。11月4日に、 FA 権を行使せず残留することを表明した。も代打中心で44試合出場。9安打10打点、打率。205チームの低迷による若手中心企業の影響などで、出場機会が減り、シーズン後半は2軍調整が続いた。この年、松坂世代と呼ばれる、同級生の多くが、引退や戦力外となる中ではあったが、 海外 FA 権を行使せずに残留となった。9月28日、出場機会が減り、現役引退が発表された。引退発表直後のイースタンリーグ対巨人戦では、慣れ親しんだ、読売ジャイアンツ球場でシーズン初となる代打3、ランを放つ。さらに10月10日、札幌ドームでの対千葉ロッテマリーンズ戦で、引退試合が行われ、7回裏西一塁で、 近藤健介の代打で出場し、唐川優をの俺から左前安打を放ち、現役生活を終えた。11月12日、来期からチーム統括本部特命コーチに就任することが発表された。日本ハムで一番仲が良いのは西川春樹。遺跡後最初に話しかけてくれたのが西川だという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。